チアゴキリノダシルバは、ブラジル出身の元プロサッカー選手。登録ポジションはフォワード。スピードを生かした裏への突破が持ち味。2006年に、ブラジルのアトレチコミネイロから、スウェーデンのユールゴーデンイフに移籍した際、移籍先のユールゴーデンイフは、キリノについて、エキサイティングで、チームに刺激を与える選手と言及した。また2009年に、スウェーデンのユールゴーデンイフから、 日本のコンサドーレ札幌に移籍した際、移籍先のコンサドーレ札幌は、キリーノについて、圧倒的なスピードと高い打点のヘディングが武器であると紹介した。コンサドーレ札幌の地元スポーツ紙である、同心スポーツも、同じく、スピードが武器と言及した。1998年に、ブラジルのサッカークラブ、アトレチコミネイロの下部組織に加入した。2001年に、 アトレチコミネイロとプロ契約を結び、2005年のシーズン終了まで所属した。2005年南米ユース選手権2005年、ブラジル U-20 代表に選出された。2005年1月から2月にかけて開催された南米ユース選手権に出場。グループリーグと決勝リーグで合わせて8試合に出場し、3得点を挙げた。グループリーグ初戦のエクアドル戦で、 後半開始から出場し、後半1分と後半11分に2ゴールを挙げた。第2戦のパラグアイ戦は、後半22分から出場したが、ノーゴール。第3戦のチリ戦は、後半15分から出場し、後半21分に1ゴールを挙げた。グループリーグ最終戦のウルグアイ戦は、累積警告により出場できなかった。ブラジル代表は、グループリーグを勝ち抜け、 決勝リーグへ進出した。キリーノは、第1戦のウルグアイ戦で、後半27分まで出場、第2戦のベネズエラ戦で、後半14分まで出場、第3戦のコロンビア戦で、後半16分まで出場した。第4戦のチリ戦は、後半23分から出場、第5戦のアルゼンチン戦は、後半32分から出場した。キリーノは、 決勝リーグ前後試合に出場したが、無得点に終わった。ブラジル代表はこの大会で準優勝し、同年のワールドユース選手権への出場権を獲得した。2005年ワールドユース選手権、南米ユース選手権に続き、ワールドユース選手権でも代表に選ばれた。グループリーグ1試合と決勝トーナメント3試合に出場したが、無得点に終わった。 キリーノはグループリーグ第一戦のナイジェリア戦に後半29分から出場した。第二戦のスイス戦と第三戦の韓国戦では控えのメンバーとなり出場の機会はなかった。ブラジル代表はグループリーグを勝ち抜け決勝トーナメントへ進出した。キリーノはラウンド16のシリア戦は控えとなったがその後の試合にはすべて途中出場した。 キリーノは準々決勝のドイツ戦で、後半11分から、途中出場。準決勝のアルゼンチン戦で、後半11分から、途中出場。3位決定戦のモロッコ戦で、後半14分から、途中出場した。2006年シーズンユールゴーデンイフの本拠地、ストックホルムスタディオン。写真は2006年、アルスベンスカン第4節イフックヨーテボリ戦の、キックオフ前。 キリーノはこの試合にフル出場した。2006年、スウェーデンのサッカークラブ、ユールゴーデンイフに移籍した。移籍金は1400万クローナと報じられた。クラブと2009年シーズン末までの4年契約を結んだ。キリーノが入団する際、クラブはメディアや他のクラブに対して、彼はゴールデンボーイだと言及した。プレシーズンマッチのゲフレイフ戦で1ゴール。 イフ・ブロンマポイカルな戦で2得点を挙げた。だが、周囲の期待とは裏腹に、2006年シーズンは、不本意な結果に終わった。リーグ戦、全26試合のうち18試合に出場したが、わずか1得点を挙げるに止まった。シーズン開幕から、最初の7試合は、スターティングメンバーの座を与えられたものの、フォワードとしての結果を出すことはできず、5月11日の、 第8節丸目 FF 戦以降、3試合連続で後半20分過ぎからの途中出場に甘んじることになった。そして、ワールドカップによる中断を挟んだ7月20日の第11節 BK 発見戦以降は、途中出場の機会さえ少なくなった。2006年シーズンのリーグ戦でキリーノが試合にフル出場したのはわずかに5試合だけであった。 2006年シーズンのリーグ戦で挙げた唯一のゴールは5月2日の第6節ゲフレイフ戦で後半18分カウンターから左サイドを駆け上がったステファンバタンがゴール前に切り込みペナルティスポット付近のスペースへ走り込んだマティアス・ヨンソンへとパスを送った。ヨンソンはバタンからのボールを左足でダイレクトにシュートした。ゴールキーパーは ヨンソ村ンの強烈なシュートを正面で引いたが、ゴール前で待っていたキリーノがこぼれ球を右足で押し込んだ。この試合はキリーノのゴールが決勝点となり、ユールゴーデンイフはゲフレイフを1対0で下した。2007年シーズン2007年シーズンはキリーノにとって喜ばしくない幕開けとなった。キリーノはリーグ開幕以降、出場の機会をほとんど与えられなかった。 二リーグ前半戦は、13試合中わずかに2試合で、後半終了間際に途中出場しただけだったが、リーグ半ばを折り返した7月21日の、第15節イフエルフスボリ戦で天気が訪れた。エースストライカーのジョーンズクシーコールアサレが、負傷退場したため、代役のフォワードとして、キリーノに、出場機会が回ってきた。零対一で、劣勢の場面で、後半三十分から、 途中出場し、後半43分に、同点ゴールを決めた。試合は、終了間際のロスタイム経過3分に、トニクイバストが逆転ゴールを挙げて、ユールゴーデンイフが勝利した。この試合以降、キリノには途中出場の機会が与えられた。9月3日の第20節ヘルシンボリーフ戦、キリノは13ヶ月ぶりにスターティングメンバーに選ばれた。 後半6分に先制ゴールを決め、後半12分にも得点を加えた。9月24日の第22節アイク、ソルナ戦では、スターティングメンバーから外れたが、途中出場した後半13分に先制点を挙げた。続く9月29日の第23節エレブロ、SK 戦でも途中出場ながら、得点を決め、残る3試合で再び、スターティングメンバーの座を勝ち得た。 10月7日の第24節ゲフルイフ戦で1ゴールを決め、10月22日の第25節ハルムスタッツ、BK でも2ゴールを決めた。2007年シーズンでリーグ戦、全26試合中13試合に出場した。内フル出場したのはわずかに2試合であったものの、合計で8ゴールを決めて、チーム得点王となった。2008年シーズン主審の前方。 約2フィートの地点でボールを見ているのがキリーノ。写真は2008年、アールスベンス間第21節外出戦の後半44分、頃。キリーノはこの試合に後半33分から途中出場した。前年に続き2008年シーズンでも出場機会を多くは与えられなかった。二千八年シーズンのリーグ戦、全三十試合のうち十二試合に出場したが、 そのうちフル出場したのは4回だけで、後半途中からの出場が16試合を占め、得点も2点に終わった。キリーノが得点を挙げたのは、4月24日の第7節アイク、ソルナ戦と、10月5日の第25節 GIF、サンズバル戦であった。2008年11月21日、ユールゴーデンイフは、キリーノの遺跡を公式発表した。キリーノの遺跡先は、 日本のサッカークラブで2009年シーズンから2部リーグへ降格することが決まったコンサドーレ札幌であると報告した。スウェーデンの有冠士アフトンブラーデットはキリーノの遺跡金について250万クローナと報道した。クラブ社長のボッセ・アンデルソンはすべての関係者にとって望ましい結果とコメントしキリーノの幸運を願った。 コンサドーレ札幌は12月13日にキリーノの遺跡を公式発表し、スピードを武器とする選手であるとサポーターに報告した。2009年、日本のサッカークラブコンサドーレ札幌に遺跡した。契約期間は2009年2月1日から2010年1月1日までの1シーズン契約であった。日本での選手登録名はキリーノ。 エースストライカーとして高い期待を受けたものの、開幕前の練習試合7試合はいずれも無得点に終わった。キリーノは開幕からスターティングメンバーとして起用された。リーグ第2節のサガンとスセンで後半ロスタイムに決勝点を挙げ、サポーターの期待に応えた。その後得点を重ね、最終的にはリーグ戦19点とチーム得点王となり、契約を更新。しかし、 翌2010年シーズンは黒インペン症候群を発症し試合出場数が減り、得点も2点にとどまる。2011年シーズンは札幌から韓国のテグ FC に期限付き移籍することとなった。テグでは12試合出場し3ゴールを挙げた。2011年末、J1 昇格を果たした札幌への復帰が報道された。自身初の J1 では7試合すべてが途中。 出場からであり、無得点だった。同年7月、湘南ベルマーレへの完全遺跡が発表された、湘南では、背番号9を背負うこととなった。17試合に出場し7得点を挙げチームの J1 復帰に貢献した。特に第41節外なわれ鳥取戦での終了間際の決勝点は、チームの昇格に影響を与える得点となった。2013年8月、 UAE リーグのアルシャーブへ期限付き移籍。2014年8月、バンフォーレ甲府へ移籍。東ティモール国籍を取得しているため、アジア枠での登録となる。しかし負傷もありリーグ戦では7試合の出場で、無得点に終わり、シーズン終了後に契約満了が発表された。2015年9月、湘南ベルマーレへ復帰。2016年7月、 大分トリニータに期限付き移籍。初の J3 リーグでのプレイとなった。大分との期限付き移籍期間が満了し、移籍元の湘南とも契約満了となった2017年は、母国ブラジルのアナポリス FC へ移籍。2018年、鹿児島ユナイテッド FC に移籍。2019年、マレーシアスーパーリーグのフェルダユナイテッド FC へ移籍。2021年に、 現役引退を表明した。ありがとうございます。